YouTube。 楽しいトークとかっこいい音楽で送るテンションマックスな30分、毎週金曜日夜8時半からオンエア。沖縄を愛するみんな、メール待ってるぜ。残り40秒で、ダルさんの今宵もアンヤタンジの、毎週木曜夜8時、懐かしい音楽に乗せてお届けする新しい情報番組。未来さん、かりんちゃんとの面白トークもくすりと笑えて目になる1時間、ゲストも来るよ。みんな聞いてね。あ、残り20秒。パスワードは設定してないのでエンターを押してください。うん、設定されたのあったよ。15秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2。こんばんは。なに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 、なんか鳴ったじゃない聞こえてる。もっと聞こえないの。頑張って頑張って。入ってる。大丈夫ですか。入ってますか。入ってます、入ってます。私の、はい、はい、はい、焼き鳥屋さん今日休み。台風がね、そうそう、台風がちょっと近、台風がですね、それてますけど、石垣島と明日台湾、そうですね、直撃するみたいなので、ね、ちょっとね、風だってそれてますけど、風ありますしね、風と雨もそうですよ、急に。そうそう、すごい雨が降ったりしてますから、うん、やっと1号ですからね。はい、やっと1号でもなんか最大級の、はい、そうそうそう、そうなんですよ、ね、はい、一時期890とかね、そうですね、900を切りましたから、はい、ヘクトパスカルですか、はい、ね、注意しましょうね。はい、はい、本日もですね、宜野湾ヒルズ通りでございます。はい、ここの普天間西地区、うん、どんどんユンボが入って、はい、ゴンゴン、もう工事が入ってるんですね。壊してますよ、はいはい、あのハウジングエリアをね。はい、はい、では行きましょうか。はい、行きましょう。はい、8時だよ、なるさんの今宵もあやたんじのさあ、はい、今回ね、うん、39回目、はいはい、最終回かもしれませんよ。そうですね、だって、まあ、このために頑張ってきたもんね。そうそうそう、ね、そうよ、参議院議員選挙までやろうということで、はいはい、去年の10月でしたっけ。そうですね、はい、ね、まあ、半年間、はい、とりあえず今日が大きな一番や最大の山場ですね。そうなんでございますよ、はい、第39回目の放送になりますね、はい、また生放送ですね。生ですね、なんだっけ、79.7MHz でしたっけ、はい、ここはね、はい、はいはい、なるさんの今宵もあんやたんじの、はい、略してなるさんのあんじのあんやたんは、はい、あだった、そうだったね、そうだった、じの宜野湾でございますね、はい、はい、この番組は少し懐かしいミュージックに乗せて、あんな話こんな話、今日は選挙の話が、そうですね、まあ、中心ですね、うんうん、皆さんお楽しみに、はいはいはい、番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です、はいはい、また FM ギノワンではユーストリームで音声をネット配信しております、うん、はい、あとツイキャスですね、うん、ツイキャスの方もやっておりまして、ね、コメントも書き込めます、はい、あとはサイマルラジオ、はい、こちらもね、うん、ネットでラジオ聞けますので。旗が揺れてますね今日風がね、風がすごいですね、はい、FM ギナーのホームページから見て、はい、見て聞けるので、はい、そちらチェックお願いします、はいはい、ヒレイさん、このマイクもうちょっと大きくできる。もうちょっと、はい、はい、なんかね、ちょっと、あ、いいですね、いいですね、 OKOKOK、 OK、 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 ですよ、はい、どうぞ、はい、ではでは、はい、この番組は、うん、日本語と英語の学びの奥へ、はい、バイリンガル教育のビジービースクール、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。オリジナルプリントのプリント沖縄、はい、はい、ありがとうございます。オフィスクリエイティブウィングプラン、はい、ありがとうございます。そしてみんなの役に指導、はい、以上、スポンサーの方々とその他たくさんのサポーターの皆様のご協力でお送りいたしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日はね、うん、7月7日はいはい、七夕ですね。七夕、今ひな祭りで言うとしてたのね七夕でございますね、はい、あいにくの曇り、ね、雲がちょっと多いね、うん、ミルキーウェイでしたっけ。そうですね、雨雲じゃなくて雨の川が、はい、こうね、ね、ですね、うん、はい、残念ですね。そうです、はい、例年はどうなんですか、見えるんですか。どうなんですか、ね、でも天気がいいような気がしますよ。ね、来てるから、うん、そうですよね、はい、まあ、台風の関係があるんでしょうね。そうでしょうね、はい、はい、この番組ではですね、はい、テレビでは映せない、ラジオでも、まあ、はい、話せませんね、はい、まして新聞には書けるはずもない、はい、
シークレットの話題や情報も取り上げていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、お願いしますということで今日は、うん、あのレギュラーのですね、はい、あのアン歌詞のコーナー、はいはい、アンヤタンフォークソングの歌詞はお休みにして、うん、まず未来さんのひとしずくの水先案内をはい、やりましてですね、はい、その後は、参議院選挙の話、そうですね、はい、ちょっともうそれに特化してやりましょう、はい、この2つのコーナーでお送りしたいと思います。はい、では CM を、はい、CM 入ります。はい、バイリンガル教育の EJB スクール、学力としての皆さん、これが終わった後に、はい、笹の葉、笹皿、はい、で未来さんのコーナーね、子供たちの未来を想像します。はい、とりあえず、はい、エコーで、はい、あれだけしましょうね。今日も元気に開講中です。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを願います。笑顔と真心を込めて、あ、コイン、ありがとうございます。コインは9歳からの11日、アイレディースクリニック。バイリンガル教育の EJB スクール、学力としての英語とは英語で入ってる、うん、言ってくださいね。しかし、はい、知恵の力で、はい、子供たちの未来を想像します。茶壇町北前のビジョンクラブ交差点になり、今日も元気に開講中です。さあ、いきますかね。コーナーその1、未来さんのひとしずくの水先案内。なんか今日曲が違うぞ。いいですね。いいですね。なんでしょうか。なんでしょうかね。あら、なんか懐かしい、なんか童謡みたいなのが、はい、うん、ね、ちょっと入りづらい。いいですね。タイミングというか間がどうぞ。結構難しいですけど。どちょっと待ってくださいね。これお茶漬けサラサラとか言われてるないわ。ないか。さあ、今日は未来さん、はい、どういう話ですかね。ですね、はい、今日はあの、うん、まあ、七夕にちなんだ話をしますけど、はい、ちょっと常識的な、いわゆる日本というか地球で言われている常識とは全く違う話をするので、はい、その辺はちょっと、はい、地球ですね、あのいわゆる星座ってありますよね。星座、星座、はいはいはい、星座ってあの座る星座なんですよ。ひざまずきでしょうけど、星の、いやあの天空を見ると、まあ、いろんな星がいっぱいあって、はい、不思議なことにそれが例えばお牛座であったりお羊座であったり、まあ、あとまあオリオンであったりとか、うん、いろんな星座ってありますよね、はい、でその中にその七夕で、七夕って分かります？どことどこの星かって。なんだっけ、乙姫様、乙姫様は、いわゆる織姫様、乙姫じゃないや、織姫はどこかな、なんて星か分かります？なんだっけあるの星の名前が、乙姫星じゃないの、織姫はベガですね、ベガ、ベガ、はいはいはい、で、彦星は、織姫分かんなかったら彦星も分かんないですよね、分かんないですよね。彦星はアルタイルと言います。そう、まあ、ベガとアルタイルって、これは実はですね、習うよ、ウルトラマン、15光年ぐらい離れてる。15光年っていうと光の速度で15年かかるということですね。それぐらい離れてる星がその天の川を挟んで、うん、まあ、両側にあるわけですね、はあはあ、でこれはまあ日本ではその7月7日にこの織姫と彦星が会えるかもしれないと、うん、なるほど、晴れるか、まあ、雨が降って晴れてくれると会えるというその、ね、会わせてあげたいと、はあはあ、でそれともう一つはあの短冊、七夕の笹の葉に今歌がかかってましたけど、願い事がありますね。でこのに、まあ、日本とすごく何かこう縁が深い、うん、もうこれ日本といっても多分今の時代なんだけど、もっともうはるか昔ですね、あの実は冬の矢妻かかってる、何がかかってる、冬の矢妻終わっちゃったんだね、あのあれが笹の葉はね、はい、で、あの、うん、そのアルタイルとベガの間で、うん、はい、そのベガはまあ織姫と言われているようにその女性的なまあ星で、アルタイルっていうのは科学技術とかそういったあの進歩を中心とした星で、それぞれの星同士の交流があったと、まあ、これあのこの辺はまあ話半分でもいいんですけど、で男性のアルタイルの星がまあベガの女性の星にいろんなあの進化というか、うん、まあ、技術的な供与を授けたりとか、はい、特にまあ僕が今喋ってることっていうのはそのいわゆる宇宙船、宇宙航法、宇宙航行ですね、
宇宙を飛ぶ宇宙船、うん、でそれはまあ、昔ワープという、これを宇宙戦艦ヤマトに出てきましたけども、ね、はい、そのワープって知ってます？ SF の世界が。ワープって一番右の端と左の端をくるっと輪にしてつなぐんですよね、なんかタイムマシンと違う、ワープとブラックホールの何かのこれは違う、だから距離がどんなに離れてても、うん、いわゆる出発点と終着点をつなぐんですよ、なんか点と点でなんか後編の中走るのは違うんですね、輪っかみたいにくるっとつないだら、そうそうそう、結局出発点と終着点が同じ位置になる、そうそうそう、SF はそうなんだよ、あの紐と紐の端をつないだら丸になる、ね、ね、丸になるとその出発と終着が一緒になります、そうなんです、これがワープ、それがワープなんで、ワープ一つなんですよ、ワープ増毛法だっていうね、マークだね、ごめん、でそのそういった形でその当たり前のようにそういった宇宙を、うん、とまあ、飛ぶというか、だからその地球で言われてる今の航空技術とか、うん、宇宙技術であっても全く幼稚なレベルで、その本来はそういう宇宙と宇宙のどこの地点であっても、うん、その地点が特定できれば、 それこそまあ一瞬とは言いませんけど、ものすごく、ね、短い時間で飛べるというふうに言われてるんです。で、まあ、このベガとアルタイルという2つの星がそういった関係にあって、うん、これはまあここから先はある種推測になるんですけども、はい、結局その2つの星の交流というのがやっぱり地球を通して確認できた時代があるらしいんですね、うん、結局そのだから例えば地球から見て上空見た時にいろんな星座がありますよね、はい、星座があって星のいろんなこう 星と星をつないだら絵になったり、うんうん、ギリシャ神話みたいになったりしますよね、あれって結局は地球上でそういう天空の宇宙空間に広がる星と星のいろんな構図というかデザインが確認できた時代がどうもあるようです。それはまあ本当に億単位の年月が昔ですし、まあ、これは今の文明的な方から見るとね、全く理屈的には証明するものは何もないんですけど、ただこういうふうにして地球から見た上空の宇宙空間、宇宙 その空ですね、うん、その天幕の上にそういったいろんなデザインができて今でも伝わっているということが一つの、これはある種歴史的な一つの証明材料、これがなんで、まあ、人間が単たる空想で作ったわけではなくて、きっちりとしたやはりそういった資料というか、はい、それがやっぱり連綿と続いてた時代があるみたいで、うん、これはエジプト のアレキサンドリア、エジプトの今の文明のもう一つ前の文明に、うん、大きな図書館があったと言われてるんですね。でその図書館にはそれこそムーとかアトランティスとか時々話出てきますけど、うん、そういった時代の文献が山のようにあった、でそれは完全に消失してしまった、まあ、焼けたというふうに言われてるんで、それはあったというのははっきり、うん、ソクラテスとかいろんな今残ってる現存のギリシャの哲学者たちの中の文献の中に入ってるんですよ。ですからちゃんとそういったものはあるので、それがそのつながらない、時間と時間がつながって今現実に現時点では残ってないということなだけで、実はこの地球の文明約60億年、地球ができた60億年というふうに言われてますけど、その中で人間たちがこう動いて生活するようになった、それがその猿から人間になったということではなくて、もっと昔にそういった宇宙とのこう航空技術とか行き来をしてたような当たり前の時代があったというふうに言われても、で、まあ、ですから空を見上げた時にその天の川というその星 のミルキーウェイと言われる中で そのいろんな物語もたくさんありますし、それからさっき言ったベガとアルタイル、織姫と彦星が、うん、まあ、ある種秘伝ではないけども、やっぱり会えるか会えないかというような、そういう、こうドキドキしながら、ドキドキワクワクしながら毎年1年の4月7日を迎えるというようなですね、そういったものがこれ連綿として伝わってる、これも一つの僕の言うその、一雫の水先案内の要素の一つでもあるので、まあ、これは証明はもちろんできないですけどね、うん、から、まあ、そういったものとして今日は7月7日、本当はね空が晴れて綺麗になればいいんですけど、まあ、台風の関係でちょっと、ね、でも今なんかね雲がねなくなってたらね、はい、あれまあ、今日は以上です。ちょっとはね見えるかもしれない、はい、ね、夢のある話でございましたね、はい、うん、あと現実的な話が続きますので、はい、次のコーナーはね、お牛座とか何座とか誰が作ったんだろうね、はい、
だからね、あれがやっぱそういうそのね、サソリのこう形になったりとか、はい、あれってあるんです。誰かが作ってる、作ってると思いますよ。誰かが作って世界に広めたんでしょ、結局。だからまあそのギリシャのもっと昔ですよね、エジプトのもっと昔、うん、サソリとかいたのかね、紀元前とかね。なんで王子なんだろう、目をしてなくてね、ね、なんかいろんなそういったものがありますよね。いろいろありますね。はい、はい、ありがとうございました。はい、うす、どうする、今曲行く、行きましょうね。ね、はい、今回はですね、はい、アンカシのコーナーはございませんけれども、はい、これは、はい、未来さんのリクエストで、そうですね、僕のリクエストです。さだまさしさんのですね、はい、人生の贈り物という曲なんですが、はい、ね、この曲私実は全く知らなくてですね。ああ、そうなんですね。はい、はい、で調べてみますと、はい、韓国の方が、はい、作詞されてて、役者ですか、あの、そうそうそう、ヤンヒウンさんっていう方が作詞されてて、自分で作った、でさださんが、うん、役詞と日本語に変えて、あ、日本語に変えた、日本語変えて、作曲はさださんがやってるという。韓国語読める、だから日本語に変えて、まあ、まあその役詞をあれでやったじゃないの、スマホで便利だから今、これなかなかね、安価しないですね、詞がいいんですよ、詞はいいですね。ちゃんと訳したの、あのね、60歳になったら聴きたくなる曲らしいです、ね、これそれ年齢いかないとダメですね。60歳ですよ、若い子はちょっと無理だと。皆さん近いですけどね、はい、僕らはね、僕らって仲間になっちゃった僕らはやっぱりね、はいはい、僕らはね、近いですよ、本当に大台になりました、はいはい、この素晴らしい曲ですので、はい、ちょっと聴いてみましょうかね。そうですね、聴いてみましょう、ね、お願いします、はい、人生の贈り物、はい、今日はですね、ライブ版です。何を歌うかいろいろ考えたんですけども、人生の贈り物という歌を歌おうと思います。季節の花がこれほど美しいことに、年を取るまで少しも気づかなかった。美しく生いてゆくことがどれほどに難しいかということさえ気づかなかった。もしも一度だけ若さをくれると言われても、おそらく私はそっと断るだろう。若き日のときめきや迷いをもう一度繰り返す、なんてそれはもう望むものではない。それが人生の秘密、それが人生の贈り物。季節の花や人の命の短さに、年を取るまで少しも気づかなかった。ただ数値的には上がってはいるんですよ、うん、人は憎み、いさかい、そして傷つけて、いつか許し愛し合う日が来る。そうですね、なるほど。そして言葉もいらない、ともに行くのだろう。迷った分だけ深く慈しみ、並んで座って沈む夕日を一緒に眺めてくれる友がいれば、他に望むものはない。じゃあ大丈夫ですね、はい。それが人生の秘密、それが人生の贈り物。長いですよね、うん、
長い。今じゃ2番は。美しいこと3番いきますよ。どこまで引っ張るんですか。どこまで引っ張りましょうか。どこまで向けましょうか。いいじゃない。これ、うん、もう行きましょうか。そろそろフェードアウトしよう。はい、フェードアウトします。私の人生の花が散る。じゃあフェードアウトします。10秒前9 8 7 4 3 2 1。という感じの曲なんですよ、はい、ちょっと長いですよ ね、 かなり ね、はい、4番ぐらいまでありました、うん、結構、うんね、そうですね。あ と、まあ、あと半分まではないですけど60にならないとわからない、ね、そうなんですよ。60歳にならないとわからない曲でございますね。はい、では次のコーナー参りましょうかね。はい、はい、いきますよ、はい、コーナーその2、参議院選挙。先週も取っちゃった、私だと思ったもんね。元ちゃん。さあ、はい。はい。はいはいはい。まあ、この7月とか、うん、今度日曜日のね、もうすぐですね、参議院選挙のためにこの番組は始めましたので、はいはい、ね、10月からね、参議院選挙で勝たなきゃいけないんですよ。そう、誰がとは言いませんけれども、うん、はいはい。ね。はい。で、今日の、はい、この八重山日報、はい、もっと上、ね、八重山日報見えるかな、ツイキャス、ユーストリーム、はいはい、3人、お3人分のね、ちゃんと平等に映っております。八重山日報さんはね、平等にしないとね、これ、はい、ね、一番右側にね、金城達郎さん、はい、幸福実現党、はい、県本部副代表、副代表、代表って誰なんですか。じゃあ知りませんそして真ん中、はい、島尻愛子さん、はい、ね、あ、これ出した、あ、出した人が副代表だ、この人が、ああの対策、あのなんてインタビューしてる、されてる人が副代表の人だね。だってさ、候補者よりもインタビューされてる人の方が大きい写真って、それもまた面白いけど、面白いですね、確かに、ね、で、伊波洋一さん、はい、このお三人さんが、はい、今日八重山日報にガシッと一面で、はい、平等に載っております。じゃあ平等じゃないとね、今日から三日公募って書いてありますね、うん、はい、有名なね、ね、はい、金城さん、あのちゃんと取り上げられてるマスコミで。金城達郎さん、いや少ないですよ。無視だ。琉球新報なんかほとんど取り上げてないですよ、ね、無視っていうか、まあ、やっぱり気持ち、お二人、タイムズはちょっとだけ変わってきたみたいです、ね、この方の制作すごいですよ。面白いですよ、うんうん、あの私今日もらってきたんです。ちょっとこれ八重山日報に載ってるので読んでみていいですか。はい、はい、金城氏は今回の参院選で、はい、選挙はなんと6回目のチャレンジ、ね、ファイターで普通6回だったらチャンピオンになるもんね、ね、ならないか、国難に対し、はい、ブレずに一貫した主張を訴え続けている、はい、そこはね、ここはだって毎回ちゃんと言ってること一緒なので、そこは評価できます。国立実現党の立党っていうのはあれじゃないの、国防。そうです。あの尖閣のですね。ですよね。一番はそこでしょうね。はい。分かりやすい、そこは。そうですよね。そうです。特に中国の軍事的脅威、うん、北朝鮮のミサイルなどの国防問題を訴え、うん、はいはい、そうですね。消費税増税、はい、マイナンバー導入は重税社会、はい、監視社会につながる懸念があると指摘してきた。マイナンバー、マイナンバー以外は全部ずっと前から言ってることだもんね。うん、マイナンバーは最近だもん、今回。マイナンバーはね、でも怖いですよ。あれ、やばいんですか？聞くとね、さん、はい、マイナンバーってよく、まあ、マイナンバーってほら、行政手続きが簡単になりますよ、はいはい、と、カードでやりますよ、うん、いいね、と言われてますけど、うん、実はですね、はい、この、まあ、2016年、今年に、はい、個人の番号がこうも公布され、うん、公布されましたよね。うんうん、で、来年2017年、はい、これ、キャッシュカード、クレジットカードに、うん、まあ、これもちろん検討中なんですけど、うん、キャッシュカード、クレジットカードに利用されるようになるかもしれない。マイナンバーでキャッシュカード取れるの？
そしてキャッシュカードそのものに結局マイナンバーが入る、全部一緒にして便利にしようぜみたいな。そして、2011年もう一つは健康保険証もそのマイナンバーのカードになる、検討中で、怖いのは2018年、預金口座、これまだ任意だと言われてますけど、預金口座にちゃんとマイナンバーが入る、で2021年、これ預金口座へ義務付け、義務化まで行く、だから3年後にはもう完全に義務化で、その何が怖いかというと、結局マイナンバーをこれ政府が管理できるわけですね、この番号は誰だってはっきり分かるですよね、そのための番号、そうするとこの番号を全部政府が管理できると、さっきのキャッシュカードなり、保険証なり、から口座の出るデータが全部見れる、政府が。で、一番言われてるのはですね、財産税というのが検討されてると。つまり、その個人がどれだけ財産を持ってるかというのを、あなたはこれだけ財産を持ってますから、じゃあそれに対して税金かけましょうというような形になるかもしれないという、その、まあ、可能性ですけど。財産ないので。ない人はね。ない人はね、まあ、あれですけど。はい、夜になるほど。でも全部見える、そこら辺だ、じゃあプライバシーとか、です、だからそこが一番そのギリギリの簡単とか便利でですね、今日実はその木野さんの話をたまたまアナハーでお昼時に聞いたんですけど、やってました、いわゆる JAL とか ANA のマイレージありますね、マイレージカード、マイレージカードのポイントがあるじゃないですか、あのポイントをですね、政府管理で、そのポイントをマイレージのマイナンバーと一緒にして、政府が全部そのポイントを管理するようなサーバーというか、システムを立ち上げるための、契約をもうすでに結んでるそうです。そうすることによって結局ですね、企業側はものすごいコストダウンになるんですよ。結局そういったコンピューターからなんか全て他が全部政府がやってくるから、その資金がかからないわけです。なるほどね。ただその結局そういったものまで政府が見ることができる、このマイナンバーというのを通じて、マイレージになったら行動も分かっちゃうから、誰がどの飛行機を使ってどこに行ったっていうのが分かると、全部管理されたら超怖い。だからそういったような本当にこれは社会主義というとちょっと出来悪いかもしれませんけど、でも世の中さ、いろんなところに防犯カメラってさ見られてるから、それはそういうことなのかもしれない。いやでもちょっと怖さはあるな。だからこういった可能性がマイナンバーにはついてる。でもど全部だから誰が見るかが分からないじゃない。政府が見るんでしょ。でしかもマイレージとか結局JAL アナのあれもよくなんか不正アクセスとかなんか情報が漏れましたみたいなで、パスワード変えてくださいっていうメールとか結構来るので、だからそれこそね、プライバシーのその例えば本妻じゃない人と旅行に行ったとかあるんですか。まあそれはもうね、自業自得じゃないですか。逆にそういうちょっとお忍びとか隠れて何かをするということに関してはもう全部監視社会みたいに、全てにおいてそういう管理されるっていうのはちょっと不気味なっていうところありますもんね。まあこれ可能性として、まあ将来あるので、これはどうでしょうか、そのいわゆるこうなる前にやっぱりそういう指摘してるわけですね、一応条件をつけて、ここまではいいけどこれ以上しちゃいけませんとつけとかないと、国が何でも確かに確かにするようになるという可能性は言われてます、ね、そこの危険性をじゃあ金城さんは言ってるわけですね。それとですね、ちょっとさっきの話で補足言ってあるんですけど、幸福実現党ができたのが2009年の6、4月なんですよ、で6月に尖閣の、事件が起きたんだ、例の船長さん、面白いのは、そういうのが起きるのを前提で作ったという説がある。なるほど、予知能力、はい、だからもうこういうのが起きるからもう早めに立ち上げたっていう、4月ぐらいなんかそういう説をちらっと聞いたことがあって、それってね、大川総裁は結構いろんなこと言われてますけど、霊能者という話もあるし、まあ、中国の軍事的脅威というのはもう、大当たりですよね、当たってます。まあ、北朝鮮もそうです、北朝鮮といえばアメリカが金正恩さんを何かしたね、今回ね、何かした、分かんない、資産凍結とかそういうのやったんですか。だから今あからさまになってきてますからね。それをずっと前から言ってるのは、まあ、幸福実現党ですよ。
中国、韓国、これで北朝鮮のこの話にちょっと続きますけど、その選挙の投票日10日、はいはい、10日に中国軍が、尖閣に乗り込んで選挙するっていう話がありますね。出てますね、今ね、その話がね、中国はこの選挙の時には日本政府が機能しないと思ってるらしいです。あ、そうなの、はい、なんとかというと中国は選挙がないので、あ、そっか、わからないんです。もう10日、みんな政治家が全部選挙にわーって言ってるので、うん、政府も日本政府は何も機能もしないと思っているので、なほな、それでまあそういう説が結構まことしやかに流れてます。これもね、やっぱり情報戦なので、うん、これを言うことによって戦の戦といって、うん、中国軍が来れないように言ってるかもしれないし、うんうん、分かんないね、どっちかなのね、うん、そうね、情報戦ですよね、うん、はい、まあ、次かな、ね、あとマイナンバーと、はい、うん、他は、うん、なんか金城さんの政策、まあ、こんなもんじゃないですか、金城さんはね、消費税ゼロがありました、ね、あ、ありましたね、今日もらってきたんですけど、消費税ね、沖縄だけ携帯特区なので、はい、消費税ゼロにして 8% をお返しますというのを話してます、うん、沖縄だけゼロね、いいですね、はいはい、まず沖縄だけゼロ、それはだいぶみんな沖縄で買い物するんじゃないの、はい、まあね、だから沖縄に来て買い物してくださいという、はい、なんかそういうことを言われて、まあ、国語はね、今おっしゃった金城さん、いいこと言うね、はい、はい、うん、6回目だから、うん、今回はね、だから政策はさ、すごいいいこと言ってんのよね、政策は言ってる、うん、だけど、何が悪いですか、何が悪いですか、宣伝の仕方じゃない、宣伝の仕方、やる気やる気やる気はあるから6回出てるんだ、勇気あるんだ、そうだよね、まあ、新聞テレビはあんまり、まあ、ようやく報道するちょっとだけね、うん、なったみたい。でもネットではどんどん、ね、初波って初波でずっと頑張ってきたもんね今はちゃんと名前ぐらい言ってもらえてんのかな、ね、ようやくね、はい、はい、そうですね。さて、はい、で今現職の方、島尻愛子さん、愛子さん、はい、もうねすごいらしいですよ、僕まだ見てないんですけれども、島尻さんの演説とか演説ね、見てないんですけど、はい、SP がついてます、SP、あ、大臣だからね、そうなんだ、そうですよ、今屈強な SP の方が数名、はい、あれ多分ね、警視官大卒ですよ、警視官、え、ついてる SP が、警視官スペシャルな SP ですか、はいはい、やはり危ないんですかね、沖縄は何かそういった暴力的な方がいっぱいいるっていうことですか、ね、いや違う違う違う、どこでも、いやいや大臣だから、大臣もやっぱりどこでも、はい、どこに行こうが、はい、作るんでしょ、うん、で、まあ、島尻さんは9年間、うん、参議院議員、え、はい、そんなにやってんのこの方、沖縄担当大臣として沖縄振興の実績がある、はい、大臣就任後、はい、離島復興に欠かせない一括交付金の予算も維持できている、うん、結構ねたくさん予算を引いてこられてますよね、そうですよね、はい、八重山の声がしっかりと、あ、これ八重山日報だからね、八重山の声がしっかりと国の中枢に届いているということですよね、はい、うん、でね、うん、まあ、これ選対部長ですか、選対部長、はい、砂川さんという方がおっしゃってるんですけれども、はい、国会では党に属していないと発言権がないに等しい、うん、それはそうだな、これまで沖縄から当選した無所属の国会議員を見ても何も仕事ができていない、そうですね、ただ反対を叫ぶだけだ、うん、そうそうそう、国の中枢にいる大臣を通すか、うんうん、実績を作らない無所属候補を通すか、うん、誰が考えても一目瞭然ではないかと、そうですね、いうことを八重山日報は書いてますよ、はい、つまりどちらが受かった方が沖縄のためかってことですよね、今日ね実はね、はい、まあ、若い方々はご存知だと思うんですけど、はい、YouTuber の和也くん、はい、和也チャンネルの、はい、ね、有名なね、和也くんがこの沖縄の戦、うん、沖縄にこの前ね、あ、先日来てたね、うん、いらしてて、和也さんが、ね、いらしてて、はい、いろいろね、こう沖縄取材をしたらしく、はい、沖縄の選挙のこの、うん、ほとんどが選挙違反、選挙違反ね、をこれ YouTube でこう発表してますので、うん、あ、もうね、高校生の皆さん、中学生の皆さん、また小学生の皆さんでもこのインターネット環境のある方はスマホ持ってたり ね、うん、パソコン持ってたりする人は、カズヤチャンネルってこれ英語だよね、うん、英語表記でカズヤチャンネルって検索していただいて、うん、これでこのカズヤ君の最新のやつ、沖縄のやつがあるので、これちょっと見てください、3分ぐらいの放送なので、短、ね、くてまとまってるから、まあ、上りは全部違反です、上りがね、黄色い、はい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 って言ってます、はい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 、反対で、はい、でも黄色の見ると、全部はいはいはいって言ってしまうっていうふうなことをおっしゃってましたし、結構あの人ね、はい、面白いんですよね、話し方、ね、面白い、あ、そうなんですか。うん、だから、このね、高校生諸君も、中学生諸君も、小学生の方も、
このカズヤチャンネルをご覧になってですね、見てね、でお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに、うん、本当は沖縄はこうなんだよと、うんうん、あの上りが黄色い上りがずらーって並んでたり、そうそうそう、いろんな党 の、 あの看板があるというのはあれは完璧な選挙違反でございます。よく見てる風景だけどさ、ね、取り締まらない沖縄県警もおかしいですけれどもね、だからこれを許すと、まあ、和也君も言ってましたけれども資金があるところは完璧にこれで、そうそうそう、頑張ってるよっていうのをアピールできちゃうもんね。ただそういう方々がねほとんど老人って言ってました。僕は朝早めに仕事で車を走らせてるんですけど、はい、とにかく本当にねお年寄りというかな、お年寄りのアルバイトなんですかね、うん、もしかするとなんかそんな方ですね、若い方全然見たことないですよ、ね、旗持ってこう手を振ってる方たちね、はい、もう人気あるんでしょうねお年寄りにね。そうなんでしょうね、はいはい、人気ある。で島尻さんは、はい、のあの和也君が言うには、うん、10億円引っ張ってきたよ。ああそうですね、あの、はい、振興予算、うん、はい、政府とのパイプがないと、ね、まあ、あの方安倍政権第一次安倍政権の時にね、はい、あの民主党から自民党に、ね、そうですね、移った方ですからね、かヘッドハンティングされて、うんうん、安倍さんが抜擢した方、うん、応援しにいらしてましたから、ね、そうですよね、うん、ですからね、はい、日本の日本政府とのパイプはもうかなり、はい、太いと、はい、いうことになりますよね、うん、ジャズかけましょうか、う、ね、はい、ジャズかけましょうか、ジャズかかってます、かかってます、はい、すいません、ちょっとお聞きしましょうか。そうですか、そして、はい、今回新人で、はい、新人、はい、伊波洋一さん、伊波さん新人なんですか、うん、これ私たちこうね宜野湾市民にとってはね、まあ、元宜野湾市長の方ですからね、はい、国と対峙している尾長武知事を支える、はいはい、オール沖縄が県議選で過半数を大きく超える27議席を獲得し、うん、県民の民意が示された、ね、しかし半分、米軍普天間飛行場の移設先は辺野古が唯一という国の姿勢は変わらないと、うん、はい、うん、参院選でオール沖縄の伊波氏を国政に送り出すことで県民の意思を改めてしっかり国に示せると、うんうん、でも先ほどの和也君の先ほどの、ね、和也君の話なんですけれども、はい、無所属で出馬した場合に当選しても国会でこう発言できない、発言力がね、ないというかね、うん、そうですね、オール沖縄って言っても全然関係ないですね。なんで伊波さんは無所属で出るんでしょう。それオール沖縄って言ったらあれでしょ、あのなんていうんですか、反対勢力結構でもなんだろうね、この方あれですよ、一応応援していただけてないんだ。そうなんだ、違うこの人でも結構共産党の車で応援、はい、そうなんですね、共産党さんが一緒になってますね、とっても一生懸命ですよ、はいはい、上り見たらあの黄色い伊波さんの上りと共産党さんの看板が一通になってこう、はいはい、一通になってます、ね、なってるけど、ドマンとかの辺でも無所属で出てんの、うんうん、なぜでしょうか。なぜなんですかね。なぜかと言いますと、はい、共産党から出ると、はい、他の社民党ってありましたよ、ね、はい、ね、社民党とか、うん、はい、何でしたっけ、民進党とか、はい、そういう社大党とかが共闘しないと、はい、あ、なるほど、言ってきたの。いや、そうなの、もともと違う党ですから、あ、一応、うん、あ、一応で一つにすると他の人たちが協力しない、はい、あ、そう、うん、じゃあ無所属ならやるわけ、みんなで協力、無所属でオール沖縄みたいな、だからみんなのものみんなのものですよみたいな、そういうことなんですね。ただやっぱり共産党さんの選挙運動が、うん、一番強いですね。なんでですかね、共産党さんお金があるんですか。一番そうじゃない、どこから大きなお金、同じ共産党からどこから来るのか分かりませんけど、資金力は沈託です。頑張ってるよ、だって大きな車走ってますし、テレビ見ててもだいぶ頑張ってるもんね。大宮ナンバーでね、うん、でかいあの、うん、はいはい、外線車が、はい、かっこいいのすぐでかいのが大宮ナンバーになってるから。そうですね、大宮から、はい、はるばる、うん、あれだいたい車ってあの2台しかあの認められてないんですよ。選挙区カーと比例カーと2台しか認められて、ちゃんと中札っていうか、なんかあるみたいです、証明書を必ず車の前にこう置かなきゃいけないので、これがついてない車は全部選挙違反、もう、はい、違法ですよね。伊波さんの車はものすごい多いですよ。あ、多いんですか、やっぱりよく見ますか。え、2台じゃないんですか。2台じゃないですよ、もう平均して20台、平均して多分10台前後あるんじゃないですか、んどんな少なくても。これ全部選挙違反ですよ。違反です、
僕はあのこれパクラで車運転してますからとにかくしょっちゅう見ますよ。だからああこれはもう本当にねすごい数走ってる、うん、数走ってますね。はい見放です。はいはい、で制作とかはどうなんですか？あれさっき言ったよ、うん、制作ね、うん、例えばですよ、はい、そのまあさっきの3人あのまあ伊賀さんからでもいいですけど、伊賀さんがもし通ったら、うん、沖縄はどんな風に変わります？予算が少なくなりますよ。それまずお金が入ってこない、入ってこない、それからこれから日本政府と沖縄の対立をやっていくんでしょ。分断工作ですよね。結局辺野古をもう完全にそうあの、やらせないと、もう沖縄は衰退していく一方でしょう。その辺野古新基地ってのやめてほしいな、ね、新基地じゃないですからね、新基地、ね、ですね、うん、いいことなくない。じゃあ伊賀さんがもし通った場合はちょっと沖縄にすごいこう影が刺してくるという感じでしょうね、まあ、毎回言ってますけど後ろ向きな、後ろ向きになるんです ね前向きじゃない、なるほど、後ろ向きスタンス、はいはい、になってしまう、そうですね、島尻さんはどうですか？それはもうお金が潤沢ですからね、手間日食なんかもあれですよ、はい、もっとさらにお金が、そうですよね。島尻さんはあの辺野古に関してはどうなんか微妙なこうあそこらね、ニュアンスに聞こえなくもないんですけどどうなんですか、ね、あそうなんどうなんですかね、辺野古のことあんまり言わないですよ ね、 すよね、言わないですよ ね、 辺野古はね、まあ、言いづらいのか分かりませんけど、うんはい、僕は反対ですけどね、辺野古はね、はい、あ辺野古反対ですね、辺野古反対です、はい、違うとこ使えませ ん、 さんは、ね、あの短すぎて、はい、そうね、はい、そうですね、金城さんがなった場合はちょっと未知数ですけど、なった場合はいやでも国防に関しては非常にシビアな質問を国会でどんどん行くと思いますよ。そうですね、金城さんの政策の中に、自衛のための核装備という言葉が入って、あ素晴らしい、だから、まあ、もちろん憲法9条を改正して、ねはいうん、自衛のための核装備を、うんまあ、検討すると、うんはい、だから、まあ、これは本当にさっきの伊賀さんとか共産党さん関連にしてみれば、うん、気が狂うような言葉ですよね。共産党さんが言うにはなんか昔何でしたっけ、あの共産主義の国の核はいい核で、民主主義の核は悪い核っていう。なんすかそれ。いい核悪い核ね。今日なんかね、虎ノ門ニュースで、はい、百田さんがそんなこと言ってました。武田先生。あ、そうなんですか。今日武田先生と百田さんが虎ノ門ニュース出たんですよ。スペシャルで。これもね、あのネット環境のある方々、真相深入り虎ノ門ニュースで検索していただいて、今日の放送2時間。百田さんと武田先生のやつ、あれすごい良かったです、はい、沖縄の話もしてましたよ。あそうなんですか、うん、聞いてみよう。もうね、あの武田先生も、うん、あのいわゆる左翼の方々とお話しすると、はいはい、やっぱりね途中でねあの、うん、話がねなんかなく、はいね、なくなるんです、はいはい、どういうこと、もう議論にならなくなる、ならなくなる、はい、なるほど、噛み合わない、そうですね、それは本当にまあ、これは、ね、詳しいことは虎ノ門ニュース、あーそうですね、真相深入り虎ノ門ニュースで検索していただいて、これ、ね、YouTube で見れますので容易にこれを見ていただきたいと思いますね。そうするとその3人の今のお話すると、まあ、島尻さんがあの、まあ、現職として当選されるのが一番沖縄にとってはまあ、ベストではありますけれども、なんか新聞によると、うち大山日報しか取ってないのでよく分かりませんけれども、はい、新聞によるとなんか伊賀さんが相当リードしてるという、はい、話がありますね、話ですよね、はい、どうなんですかね、それなんで世論調査、世論調査なんですかね、なんかダブルスコアで、うん、あの伊賀さんの方が勝ってるという話もこれ宜野湾市長選の時も なかったですか、宜野湾市長選の時に何でしたっけ、志村さんが勝ってて、ね、あの佐喜眞さんが追いかけてるみたいな、はいはいはい、追いかけてる、そうなんですよね、期日前投票市役所一定上出口になんかお姉さんいましたけど、ああいうのとか参考にしてるかな、逆に言うと伊賀陣営は、はい、危機感あると思いますよ、そうやって伊賀さんが、うん、逆にね、伊賀さんが当選するからじゃあ下地さんに入れるよ、うん、みたいな、そっちに行く可能性ありますね、伊賀さんいっぱいあるので僕は近所達郎さんに入れますとかね、うん、とかね、あるでしょうね、うん、それがどう出るかっていうのも結構ね、まあ、頼まれたら入れますっていう人いっぱいいるの で、 多いですよ、ね、そうですね、ただね、待ってこのよくよく考えて、誰がちゃんと沖縄にとっていいかちゃんと考えて、うんうん、そうですね、頼まれていくんじゃないですか、この3人さんの、まあ、共通している最後に書いてあるやつがですね、はいはい、投票率は 50% 以上いくと期待したいと、はい、ね、そうですね、 50% はいくでしょうって、半分は入れなきゃダメだよね、いけますかね、言ってください、しかも18歳19歳以上がね、うん、
なんかあの18歳以上の統計を取ったら大体何割、7割か8割が自民党で、若者 の、 あの保守として出てきたシールズさん、はいはい、奥田君とか、うん、全然なんかダメみたいですなんか、ね、っていうの見ましたけどね。今度の新聞だと自民党圧勝ですよ ね、 ね、そう書いてましたね。沖縄はちょっと分かんないんです。これね、あの産経新聞にね、はいはい、載ってました、うん、7月2日の、はい、インターネット世代の若者は、はい、自民党、ね、憲法改正志向、うん、シールズは異端、うん、だからもうね、シールズは全然なんか話にならない、うん、やっぱ若い人はそういう風に見てるんですね。ちゃんと分かってる人は分かってるんですよ、ね、まあ、ネット世代の人はね、矛盾がとても生じてますからね、うん、シールズの皆さんが言ってることは ね、 ね、うんうん、よくよく聞いたらもう、うん、分かりますよ、うんうん、まあね、普通の普通の18歳はバカじゃないってことですよ。なるほど、うん、街を歩いて有権者と接すると、うん、若い学生たちの反応が圧倒的にいいと、ね、うんうん、自民党ね、うん、とか投開票の参院選挙情勢に関して最近全国を応援暗挙中の与党幹部からこんな感想をいただいたということなんですね、はい、うん、いやでもやっぱりそうですよね。その公平に白紙の目で見たときに今日本がどういう状況に置かれているかとか、はい、まあ、その中国の出方、うん、もう中国さんありがとうって感じ、うん、今南シナ海でやってますよ ね、 やってますからね。でアメリカが、ね、南シナ海に行ってますけれども、はい、これ東シナ海にも起こることで、うん、ね、今準備中でしょ。そうです、尖閣に上陸する準備中、はいはい、これネットでも出てます、うん、J プレスとかネットに出てますので、うん、これもね、皆さんネット環境の、ね、整っている方はぜひ、ね、見ていただいて、もうちゃんと見てね、うん、見た上 で、 見た上で投票に行ってほしいですよ、はい、ね、で BS 富士のプライムニュースで、うん、はい、共産党の赤嶺さんが、はい、ね、あの反町記者、うん、反町さんの質問に脅威というか危機というか逆に問いただしたあれは国会議員としてはちょっと問題発言以前の、ね、これがね拡散されました、はいはい、今はだからすごい時代ですよ。あれ前あの糸数さんも同じようなこと言ってましたね。言ってましたね、あのロバート博士が、はい、言いました、言いました、はい、だから、はい、ね、同じ頭脳構造というか同じ思考パターンなんですよね、うん、そっちを見てないんですかね、うん、和也君も言ってました、ね、和也さん、ね、見てないですよね、うん、で、はい、このあの伊波雄一さんも、はい、あのまあ前ですけれども外国人記者クラブで、はい、中国と沖縄との関係は何千年もの歴史があると、うん、何千年もあるんですか。それで、中国よりもむしろアメリカが脅威だというふうにおっしゃって、うんうんうん、やっぱ、まあ、やっぱ一緒なんですね、まあ、ちょっとあのネットをくぐれば現実を見れてないのかな、のそれも、うん、ね、見てないんでしょうね。今起こっていることを見れてないのかな、理解できないのかな、見てない、うん、なんか不思議な頭の構造をされてますね、はい、とにかく中国に関してはだんまりなんですよね、はい、どういう何も言わないですね。あの特に知事が平和的な解決とか言ってますけれども言ってましたね、向こうが平和的じゃないので、はいはい、やってますからね、向こうが出なければこっち行かないですからね、うんうんうん、そうですよね、うん、こちらが平和的じゃない、うん、その場合どうすんだって話ですかね。まあ7月とか日曜日に尖閣に上陸することを期待しましょう、はい、ね、まあね、なんかあるとまたちょっとビシッとこう背筋が伸びるかもしれないし、うん、目が覚める、うんうん、はい、目が覚める人ですよね。7月10日、はい、楽しみですね。これは47分ですね今ね、うん、はい、まとめていこう。あとよし、みんな選挙に行ったよ。ちょっとね、私こう書類を調べてみますと、はい、過去の2012年の書類が、はい、書類というかまあはい、出てきまして資料がですね、はい、2016年には沖縄は中国の植民地化決定、県民の自由はゼロ、うん、これ2012年の資料ですけれども、何の資料ですか、はい、ね、何沖縄が中国の自治区になる前に起こることは、はい、沖縄と本土との分断工作です、うん、はい、沖縄独立工作ね、それが2年後の2014年春頃から夏にかけて本格すると、うん、はいはい、これ2012年ですから、はい、なってたんです、実際やってますね、これね、はい、2016年にはもうこれ終了してるんですけれども、はい、今民主党政権だったらなってます、ね、うん、もう完全になってますね、はい、今オール沖縄とか言ってなってるもんね、はい、もうすでに、うんうん、独立論もね出てますし、少数民族も出てますし、はい、全部 やってることは本当に相手の人たちはやってるんですけど、あと、ね、ただね、この資料もね、はい、私さなんか出てきたんですよ、はい、在沖縄の米軍及びその将兵の傍若無人な、うん、
振る舞いは、はい、それを容認し続ける歴代日本政府は、うん、私たちの我慢の限界を超えています、うん、はい、今こそ沖縄を捨てよう、そして琉球を取り戻そ う、 ほ う、 ほ う、 ほう、日米安保は沖縄の危険と引き換えに日本を守る条約です、うんうん、沖縄を守ってくれません、うんうん、琉球独立準備協議会という、うん、なるほどねっていうのもあった、これは昔のねあった12年の時の資料で、うん、持ってあったあったんですよ、やっぱり沖縄とその本土を分断して、うん、琉球という言葉で、そう、うん、そうですね、うん、戦争が起きる、だから沖縄は独立しようという中国工作員、ね、昔からその12年の時からこの両方のそうですね、両方のものが出てたんですね、うんうん、出てますね、それがまた16年引き続きやっておりますけれども、うんうん、はい、まあ、2020年には中国は完了したいので、うん、そうですね、はい、今までのことを考えるとどっちがどっちだったかっていうことですね、うん、そうですよね、だったかだったかってことね、まあね、これからどうなるか、はい、見守っていきたいですけど、はい、はい、それでですね、うん、まあ今さっきもちょっと触れましたけれども、まとめに入ってもう50分だから、はい、うん、中国が南シナ海で演習、最大級の演習をしてます、はい、米軍との衝突を視野に入れているという、ね、まあ、通称ね、はい、人民解放軍は、5日南シナ海のパラセル諸島周辺で大規模な軍事演習を始めた模様だと、はい、海軍の3大艦隊から複数の戦艦が参加し、これ今あのヘリが飛んでますよね、うん、これも南シナ海と関係あるかもしれませんよ、12日にですね、はい、あのオランダのハーグの、仲裁裁判所が南シナ海をめぐる問題で裁定を示すのを前に、はい、この海域で海軍力をあやると、うん、そう見せるで、あの妥協しないという強硬姿勢を内外に示す狙いがあると、まあ結局中国人民に対するアピールですからね、そうですよ ね、 結局 は、 ね、はいはい、はい、じゃあ、はい、エンディング入っていくよ、あ、なになに、エンディング、あ、じゃあもう時間ないよ、ステーション50分回りましたね、はい、じゃあ CM? CM 先やりましょう、 CM お願いします、はい、はい、エンディングはバイリンガル教育の BGB スクール、あ、自衛隊、自衛隊、はい、ゲンちゃん、愛と知恵の力による教育で子どもたちの未来を創造します、北谷町北前リージョンクラブ交差点になり、今日も元気に開校中です、アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身、月額3980円で使い放題、飲み放題、フリーダイヤル 0120-81-0432、 はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで、あー、おいしい、バイリンガル教育の BGB スクール、学力としての英語とは英語で深く考えられる、愛と知恵の力による、子どもたちの未来を創造します、北谷町北前リージョンクラブ交差点になり、今日も元気に開校中です、日本、日本、これね、けんちゃん新しいやつ、うん、はい、自衛隊編、自衛隊編、あ、もうまた新しい出てるんですよ、曲は一緒なんだけど歌詞が違う、歌詞が違う、なるほど、はい、もうエンディング入っていきましょう、うん、はい、あのね、うん、まあ、さっきの国会議員 の、 その参議院選挙の話なんですけれども、はい、その方の年収、はい、年収5500万円大体月458万円の、うん、年収、誰の年収、いいな、国会議員の、国会議員の年収、国会議員だったら、うん、月400万、うん、あの年収5500万、年収 月458万、これな、何の資料、平でも、え、なんか資料でありましたよ、年収が2300万に交通費が1900万、もろもろ合わせると、うん、だいたい年間5500万年収がねあるということで、そういう人を、で大臣はねプラス1500万だそうです、あのですね、はい、ここちょっとあの実は昨夜、はい、とんでもない情報を聞いて、はい、その国会議員の給料、うん、給料、はい、なんか今ちょっと言えなくなりましたね、それ全然違います、もっと大きいんですか、いやいや、もっと少ない、少ないのか、え、そうなの、はい、じゃあこのネタは何でしょう、わかんないけど、それはあの多分
違うんじゃないですか、ね、どうでもいいけど、はいはいはい、もう時間ないからまとめて、はいはいはい、そうですね、はい、さてじゃあ皆さん、はい、選挙に行きましょうね、ね、ぜひ選挙本当にいやいやすごい資料をちゃんと確認した上で選挙行ってくださいね、絶対行ってくださいよ、はい、ね、60% は行きたい、70、80本当は欲しいですよね、本当だよ、まあ、前代未聞の投票率ですね、いいね、いいね、もうなんかもう選挙って感じになるよね、はいはい、もうちょっと時間が、さて、じゃあどうでした最終回、ね、エンディング今日に向けてんの、まあ、でもいっぱい話せてよかったんですか、選挙の話もいいですか、もしこれで終わったとしても悔いはないないね、本当あとは選挙速報を見ましょう、本当、楽しみ、ボギーさんもね、はい、ボギーデトコンさん、はい、頑張ってるよ、あちこち飛び回ってる、比例はボギーデトコン、ボギーでもいいですよ ね、うちのラジオ来ていただいてますからね、そうそうそう、比例はボギー、はい、でね、言っていただければ、はい、さて、はい、どうなるかな、はい、では来週、あ、来週やるの、はい、どうする、どうする、いやいや、これ選挙の結果感では来週もやるよ、はい、そうですよ、うん、さあ音楽特集になるかもしれない、あかもしれないね、はい、ユーミン特集がもしかしたら中島由紀特集だったりして、ありますね、はい、さて、はい、いきますよ、はい、よい子はお家に帰りましょう、帰りましょう、ね、帰りましょう、はい、まだ帰ってない子は早く帰りましょう、はい、帰りましょう、それでは、はい、また来週お耳にかかりましょう、はい、なるさん、未来さん、カリンでした、ねえデビタン、はい、シーユー、みんな選挙に行ってよ、はい、そう、ぜひ絶対行ってくださいね、岡本の選挙に行ってくださいよ、はい、ちゃんとね、お願いします、はい、行ってくださいね、あと50秒、はい、なるさん、時計見て、全然ハーブが違う、50秒あったら、エンディングに入る、あのエンディングの途中、引っ掛かったの、そこにいる時間でそう思ってたのに、バイバイって聞いてたら、残念だって思って、いい酒したら、見て、ゲイツの曲、大丈夫、わかんない、ゲイツの曲、大きくてるもう終わってる？あと20秒。ゲストの音楽が入ってる。もう今もう一回ダウンで入ってる。ああいいですね。よかったですね。3、2、1、0。OK。はい、終了です。Okay, this is FM79.7。でも一番喋ったのさ。なんか自由に伸び伸び。そうですよね。